パトリック・マイケル・ウォルシュは2009年9月25日から2012年1月20日までアメリカ海軍太平洋艦隊の第59代司令官を務めた元海軍大将である。彼は2007年4月5日から2009年8月13日まで第35代海軍作戦副長官。 2005年10月から2007年2月27日まで2005年10月から2007年2月27日まで、米海軍中央司令部司令官及び米大後、艦隊司令官を務めた。彼は34年以上のキャリアを経て、海軍を退役した。ウォルシュは、テキサス州ダラスにある、イエズス海大学予科を優等で卒業し、60年の歴史の中で、 ディスティングイッシュエドグラデュエートとディスティングイッシュデラムネスの両方の賞を受賞した2番目の学生であった。1977年に海軍兵学校を卒業し、理学志望を取得。アーサー・エス・モローテー特小学金プログラムの一環として、タフツ大学フレッチャースクールの国際関係学のカリキュラムに参加した。ウォルシュは同校を主席で卒業し、 法学と外交の修士号を取得し、博士号プログラムに優秀な成績で入学し、その後博士号を取得した。菅羅夫首相と松本武明外務大臣と海軍飛行士に任命された後、第192戦闘攻撃飛行隊で飛行任務を行った。空母アメリカに上艦してインド洋に派遣され、後に太平洋軽攻撃航空団司令官から、 最優秀若手士官、関西機パイロットに選ばれた。その後、アメリカ海軍第5試験評価飛行隊に所属し、運用テストディレクターを務めた後、極技飛行隊、ブルーエンジェルスに選抜され、レフトウィングマンとスロットパイロットを担当した。艦隊に戻ったウォルル氏は、第87戦闘攻撃飛行隊に、作戦担当官として参加し、空母セオドアル・ーズベルトから、 砂漠の嵐作戦とプロバイドコンフォート作戦の支援戦闘任務を遂行した。ウォルシュはサザンウォッチ作戦及び飛行禁止作戦での空母、ドワイト・ディ・アイゼンハワーからの支援任務において第105戦闘攻撃飛行隊を指揮した。空母ジョニー・フ・ケネディに配置転換して第1空母航空団を指揮し、サザンウォッチ作戦を支援した。彼はまた、 第7艦隊空母ジョンシーステニスで西太平洋に派遣された。近年では彼はアメリカ海軍中央軍と第5艦隊を指揮し、同時に合同海上部隊を指揮して、普及の自由作戦、イラクの自由作戦、及びアメリカ中央軍の責任範囲内での海上治安活動を遂行している。ウォルシュはホワイトハウスフェローとして、 行政管理予算局局長特別補佐官を務めた。海軍兵学校のリーダーシップ、倫理、法律学部長を務め、海軍人事部長のエグゼクティブアシスタントを務めた後、戦略、政策担当副部長として、統合参謀本部に赴任し、最初の召喚職を務めた。また、ディレクターとして4年ごとの国防計画見直しに、かかわり、海軍プログラミング部門ディレクターを兼務した。 2009年2月3日には、キューバのグアンタナモ湾にある収容キャンプの1年以外の閉鎖をバラク・オバマ大統領が決定したことに伴い、ロバート・ゲイツ国防長官の選出により、運用状況についての30日間のレビューを実施して報告書をまとめている。2011年の東日本大震災においては、太平洋艦隊司令官として横田基地から友達作戦を指揮した。 アメリカ海軍、ありがとうございます。